マジで気をつけてな。マジで気をつけるぜ。気もらいます。気もらってた方がいいよ。カモン。え？取り出る。滑れ滑れ滑ってこい。先生、勢い。気を。気を。この木に飛び込め。お。行け。はじ。よっしゃ。危な。体調気をつけてくださいね。よいしょ。危ない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 。さあこの男はどちらを選ぶのか。左だな。あ、やばいやばいやばい。うわー成功成功。滑りながら体をつける。それはもう失敗や。よう行ったなこれ。俺無理っすわ。やめときましょう。迂回路を、はい、大人は迂回路を選ぶんですよ。大人は迂回路。ああいうのは若いやつだけ。でかい木が倒れています。根元から。正解なのかな。やっぱ迂回やな。いや、ヨシさん、安全な道行きましょう。切りたくないから。それ俺も一緒や。やり残したらいっぱいある。俺もうわー、うわークラッシュ。取られんかった。ヘッピー越し失格。クラッシュ。破けてないっすか。破けてない。ナイスクラッシュやったな。このシティボーイが。気をつけて、トラップが。無事に一旦下まで降りることができました。気をつけて、あい、おう。さすが。まだ2位タイ。はい、ノディ、カモン。お疲れ様です。お疲れ様です。ノダッチの他のチャレンジ。へっぴり腰。どういった勇気を見せてくれるでしょうか。お。さて見せていく。さあ下っていく。座った座った。座りながら。もうお尻の汚れは気にしていない。シッティングポジション。危な危な。怖いって。その電線掴むの怖いって。電気流れ、えぐい電流流れてる可能性あったで。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。簡単でした。おい、誰が言ってんねん。誰が言ってんねん。じゃあ行きましょうか。こちらには何か物置小屋みたいなのがありますね。これはまた別。うわ、来た来た来た。すごい。でもなんか旗織り機みたいなのがある。大体1920年ぐらいのものかなって思います。出てきて。ほんまに、これ多分いろんなケーブルがあるから繋いでた。うん、穴、劣化して穴開いてるわ。それ、あ、上か、うん、そんなチャレンジャーの失敗したらあんなっちゃう。失敗した人も来ました。巨大ホール、すげえ。怖っ。これ野田っち、これ世界選手権できるんちゃう。このはい、降りれますか。この山の上から降りてきました。降りてきましたね。まあ意外と思ったよりすぐね。うん、簡単やった。誰がいてんねん。何回こけてんねん。あ、雨がねちょっときつかった。
泣いてるんよ、カッパ。え、カッパもうは泣いてるいや、簡単じゃなさそうやな、うん、結構険しそうな。やっぱ後ろからの攻撃弱いから。降りていきましょうか。はい。なんかワニとかおるんじゃん。なんかワニとかおりそうやけど現れそう。ここも滑る可能性あるんで。あ、絡まった。うおい、頼りない。危ないな。到着しました。すげえ、チャリがある。誰やこんなとこにチャリで来た猛者。それではまっすぐ行ってください。こちらが本日ご用意させていただいたそり立つ壁です。誰が登れるか。どうぞ。高すぎるやろ。行ってください。誰が登れんねん、あれ。すごいな、でも10メートルぐらいあるんちゃう。あるな。じゃあお願いします。無理です。あ、無理か。はい、終わります。はい。こちらは何の跡なんでしょうか。これ水力発電らしいです。へー。ここに水が通ってたとこですか。そう、そうらしいですね。これでも結構苔とか生えてるで、はいはいはい、結構昔に使われてた感じやと、あの、僕は推測します。めちゃめちゃ浅いやん、その水素。うん、と、あー、これあれです、うん、戦前の栄養入ってますね。はい、これ戦前のやつです。はい、ということは50年前は確定してますね。はい、50年前以上の。50年前以上。はい、この根拠で分かるんですよね。ほんまかな。今日もこれが丸かったらしいんですけど、はい、もう全部切られて今はもう使われてないんですよね。なんでこれ半分に切られてるんですか。上が壊れやすくなってるんですよ。なるほど。そう、だからその事故とかを防ぐためにもあらかじめ半分に切っといてやってます。はい、全て嘘です。こんな感じで来ました、最終ゴールです。おこれトロッコアドベンチャーです。そんな可愛くないやろ。うわ、何ここ。ここに入っていく勇気はありますか、あなたに。みんなが行くなら行けます。じゃあ行きましょう。はい。あー、すごっ。こっちの方。あ、僕だけ。かっこいいな。気持ちよなってる。いかにかっこよく墜落させるか。いや、やめてください。お、動き出した、動き出した。さあ、ドローンが動き始めました。あ、いけそう、いけそう。おしゃい、うわぁ、もう、切った切った切った。木の枝を切っていく。木の枝を切っていくので、カカカって言った。道を切り、あんな綺麗に切れんねよ。道を切り入れた、切り入れ開いた。先駆者や、冒険家や、その超おもろいや。
はいはいはい、見てください、地獄の帰り、地獄の帰りが始まりますよ。もう嫌やな、ほんまに。これどうやって来たんやろ。道ないもん。えぐい。普通にえぐい。道がね、皆無ですね。これやばいっすね。なんか迂回路ないんか。あ、階段みたいなのないんか。エスカレーターないんかな。でも左の方が怖かったかも。怖さで言うと、あ、ただ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。修行っす、これ。5キロは痩せた。これはちょっときつかったね。マジきつい。だいぶ卑怯っすね。お疲れ様です。これ、人生史上初ぐらいの。ダイエットしたい方はぜひ行ってみてください。お疲れ様でした。お疲れ様です。おすすめ度。おすすめ度は星3つで。なんやっぱ景色はいいけど、うん、それまでの道のりがえぐいです。そうですね、はい、はい、この景色あってこその感動っていうのもね。そうですね、ぜひ行ってみてください。お疲れさまでした。お疲れさまでした。